どうも皆さんこんにちは、エビスタです。今回はですね、ちょっとクイックに自分が昨日検証したことをまとめておきたいと思います。やってたのは V センター経由で、VMA の環境ですね、そこで動いている仮想マシンをバックアップして、それを Azure Stack HCI の、これハイパー V になってますけど Azure Stack HCI です、 Azure Stack HCI のクラスターにリストアする。これによって VM の移行ができると、マイグレーションができるというようなシナリオですね。これは Beam のバックアップで、この VMA ってやつをバックアップしたんですけど、これ右クリックして、バックアップって普通にバックアップジョブ作ってバックアップすればバックアップできます。これは普通のバックアップの話ですね。でバックアップした上でリストアを、インスタントリカバリーという VMA ってやると VMA に戻るんですけど、インスタントリカバリーというハイパー V ってやるとハイパー V にインスタントリカバリーができるということになります。なのでこれをやればいいということですね。でこの操作が、この何でしょうね、インベントリーのところから行って VM 選んでリストアってやって、このどっちにするかってここでは選べるんですけど、ホームのところでリストアとやって、ここでマイクロソフトハイパー V にリストアしますよってこっちから行くと、バックアップからリストアします、で全部の VM リストアします、インスタントリカバリーやります、インスタントリカバリーで To Microsoft Hyper-V でやりますってやるとですね、 From Backup ってやると、これ Hyper-V の方で Azure Stack HCI の方で取ったやつしかここで選べないんですね。でここら辺ちょっと癖があるなと思うんですけどね。なんでこれであれでできないじゃんって言って、ちょっとここでハマっちゃいました。でリストアでこっちの VMA を選んで、リストア From Backup、全部の VM でインスタントリカバリで To Hyper-V、 これならいくのかな。あ、これならやめますね。あ、なるほど、じゃあこういう選び方すればいいんだ。ちょっと私がこのウィザードの使い方分かってなかったですね。ここでこれがこう何ですか、このアイコンから VMware にリストアするっていう意味だと私は思ったんですね。でそれが勘違いでしたね。マイクロソフトハイパー V にリストアするのかと思ったんですけど、これが VMware の方でバックアップしたものをリストアするならここで、ここで行った後でどっちに戻すのかっていうのはその後で選ぶ感じになってますね。ここでね、私こっちでできないのかなと思って、その話をここでしようと思ったんですけど、実際に今ちょっと録画しながらやってみたら分かったって感じになりました。ちょっとこのリストアのところのここの選び方と、バックアップ元とリストア先のところの選び方にちょっと特徴というか癖があるので、そこだけご注意くださいって感じですね。こっちからやった方がちょっと分かりやすいかな。リストアでね、これでどっちにやりますかと、2、これリストリカバリー2ですからね、これは対象選んでますから、でこれをやれば普通にもう動きましたね。特にトラブルことなく簡単に動いちゃったので結構驚きましたけどね。で VM をホストを選ぶっていうのをここでやって、どのホストに動き戻しますかっていうことですね。でクラスターを選ぶのではなくて、クラスターを選べなくて、クラスターの中のノード、ハイパー V ホストを選びますね。なので具体的にどこでまず動かしますかみたいなノードを選択するイメージですね。ターゲットホストはクラスターって書いてありますけどね。でこれでホストは選択した上で、クラスターのリソースにするかどうかはここでイエスの方が選びます。なのでこうやってやると、クラスターの中の4番目のノードに指定して動き、ここで動きますけど、クラスターリソースにはならない形でまず動くっていうのが今の設定ですね。このまま進めていくと、でこのリソースのところでレジスター VM as a クラスターリソースっていうふうに選ぶと、これでクラスターのリソースになります。この普通の VM をクラスターリソースにするって、フェールオーバークラスターマネージャーとかでもできる操作なので、それと同じような感じで後からやってもいいんですけど、ここからやっとくのが、クラスターの VM の公開性の VM にするんだったらこちらが楽でしょうね。でこうやっといて、でそうするんだったらということで、このパスですね、パスが初めはこの C のユーザーズのとかそういうとこになってるので、これを変えとく必要がありますね。クラスターのリソースにするのであれば、だからクラスターストレージの、ボリュームが並んでるというボリュームの、ハイパー V の下ですか、これにもう今ちょっとリストアした後なのでもうありますけど、ここら辺にこうやっとくのがいい感じなのかなというとこですね。ちょっと
作った場所によってこれのフォルダ構造がちょっと変わってしまったりとかするのでちょっと微妙なんですけどね。まあでもハイパー V の下に VM の名前でフォルダ作ってそこをしとくぐらいの感じでいいんじゃないかなという感じがします。はい、まあそこだけやってあげればいい感じですね。で、私インスタントリカバリーって知らなかったんですけど、バックアップした領域となんていうんですかね、スムーズにつなげて全量リストアする前に何ですかね、仮の VHD 作って中身は空っぽなんだけど、でもそこにアクセスがあったらバックアップした領域にフックされるみたいな、うん、なんかちょっとうまく言えないですけど、あのそういうリストアの仕方がなんか今はできるんですね。ちょっと私バックアップリストアソフトは最近触ってなかったので、最近というかかなり触ってなかったので、あの久しぶりだったんですけど、まあクラウドばっか触ってたんでね。なのでインスタントリカバリーっていうものが仮の VM 作ってディスクはリストアする前にでも実際に動かしちゃうみたいな感じで動いてるのを見て、なんか面白いなと思いましたね。でその後実際に本ちゃんのリストアは後でやる、確認後にやるみたいな感じですね。まあ、そんな感じで、うまく動きましたのでいい感じですねと。で実際にちょっとねやってもなんか時間かかって、ただ単に当たり前の動きが奥義だけなので、ちょっとこの動画の中でやりませんが、やっててハマったとか気になったのはそのぐらいで、あとは特に何もなくちゃんと動きましたね。なんかビームのバックアップソフトウェア結構いい感じですね。でまあちょっと現時点で、まあ、その VMware から Hyper-V Azure SAC HCI への移行っていう観点で残念なのは、まだこのマイグレーションとかなんですか、レプリケーションとかでやることはできないってことですね。レプリケーションってやると、まあ、レプリケーションでこれをねレプリケーションしたいですよってやるんですけど、この対象のところを選ぶときに、まあ、ここでねあのハイパー V のクラスターが Azure SAC HCI が選ぶ、直接選べるとなんかね素敵なんですけど、それはできないですね。まあアーキテクチャが違うから仕方がないという感じといえばそういう感じなんでしょうけど、まあその辺は Azure Migrate ですかの方に期待したいなというところですね。なのでレプリケーションはできませんよと。だからフェールオーバーみたいなこともできないし、ライブマイグレーションとかももちろんできないし、なのでバックアップリストアですということなので、まあバックアップしておいて最後に VMware 側でVM を停止して、で最後のバックアップ取って、それで、こっちにリストアしてあげるみたいな感じで、ダウンタイムが結構発生しますね。ダウンタイムどんぐらいですかね、まあ、差分によりますけど、まあ5分とぐらいは普通にダウンタイム発生しちゃう感じなので、まあ、その点はご注意くださいという感じですね。というわけで Beam のバックアップ&レプリケーション、 VM 屋から Azure SAC HCI の移行にも、バックアップリストアっていう形で使えますよと、使えましたよ、ちゃんと動きましたよという動画でした。